第101飛行隊は、かつて航空自衛隊中部航空方面隊、第3航空団霊下だった、戦闘機部隊。小牧基地に所属し、航空自衛隊初の F-86D 前、天候戦闘機装備飛行隊だった。1958年8月1日、航空自衛隊最初の F-86D 飛行隊として、岐阜基地第3航空団霊下にて、発足。 1959年には小牧基地へ移動した。1960年から運用機種である F-86D の機種転換操縦過程を任務とする転換訓練飛行隊として活動を開始し、6月6日には2名の第一機生が入った。1967年から洋撃戦闘飛行隊に改編され、アラート任務を遂行した。 1962年以降、各基地へ F-104J 戦闘機の配備が開始されたこともあり、千歳基地の第2航空団、第103飛行隊とともに1968年10月1日に兵隊された。第101飛行隊の舞台マークは、当初、第3航空団を示す赤帯3本の上に、黄色のシャチホコのデザインだったが、 後に赤いシャチホコの下に緑帯を引いたデザインに変更された。ありがとうございます。